早漏いいよな。早漏か遅漏かどっちがいいってなっても絶対早漏の方がいいもんな。なんか俺もなんかいやバリ気持ちよさそうやない早漏って。めちゃくちゃ早漏ね、マジで羨ましいな。ちょっと結構気持ちわかるわ。何もねだよ。そうか、いや遅漏はきついぞ。こうなんか、もうなんかたまにこうなんかもう義務で射精しようってやるもん。行かな気まずいなみたいな。わかる。いやもうそんなこと考えることないやろ。早漏こうまあ義務で射精する辛さ知らんやろ。こうなんかもうなんかきついぞ。そう、遅漏究極マジ出ないからな。普通にほんとなんかちょっとでも気に食わんことがあったら出ないから。ほんとわがままおちんちんって呼んでんだけど俺自分のおちんちんのこと。ちょっとでも自分がプレイに気に食わんときもマジ射精できんけん。こうなんか例えばセックスしとっていい感じのテンションの時に女がトイレ行くとか、わかる、ちょっとトイレ行ってきていいとか、もうあんまんなった、あーはいはい分かった、おいー分かった、はいはいはい、もう大丈夫ですって俺のチンコが言っちゃう。おお、俺のチンコがあーあったあったもういいわいいわって言うと、俺自身は分かったよ気をつけていってらっしゃいねって、もうすっごい笑顔ね。でも俺のチンコははいはい分かった、はい、クソクソお疲れお疲れっつって、こんなへーの形してるわ。あーっつってなえるわーっつって。いや別にね、自分の気持ちではあんま大したことじゃないでよ。別に、あ別にトイレいいよ行ってらっしゃいね、別に別に構わんちゃん、あいいよいいよ別にそんな全然人間やし。なのに自分のチンチンはマジ許せんわってなっとっちゃう。あれがマジきついのよな。心は許しとうけど体が正直すぎるんよ。なんかえこうなんかさ、たまにさこのセックスとかさ しとうときとかにさ、こうなんかこうなんていうとなんかさデリヘルとか呼んでこうなんかね、たまにやっぱ自信がない子がおるわけよ。でこれは私のテクじゃみたいな、わかる、なんかめっちゃ気使わせると、私のこうなんかテクニックじゃなんか いけないのかなみたいな顔しとるわけよ。なんかごめんなさいとか言われて、お前ごめんなさいって言われたことあるデリヘルで、クソほど気まずいからな。女がわかる、女がかわいそうだよ。そう普通にで女は言ったふりできるけど、男は言ったふりできんけん。なんかもうマジで本当になんかね気まずいんだから、すごい。もう別に俺はいいのに俺のチンコが許さんと、それを絶対に。いやマジ気まずいぞ。だから本当にソロの方がいいと思う。もう射精なんてできる方がいいんだから。ワンナイトからの声、あでも俺付き合う時必ず一回はセックスしないと絶対に付き合わない。俺これ結構ずっと言いようけど、なんかマジよくわからんくない？そのなんか普通に意味がわからん。セックスもせずに付き合うやつの気が知れん。怖えわ普通に。最高だろみんな。こればっかりは俺は声を大にして言わせてもらうけど、セックスもせずに異性と付き合うのやめな。マジで。いいこと一個もねえぞ多分。なんか、マジで。やばいよ。そんな意味がわからんけ。相性マジで大事なんだから。だってどうするとマジで。もうありえ、マンコに自我があったらどうすると。じゃあパンツ脱がそうってそっとパンツ脱がしたら、マンコがパカ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 って。私クリハじゃなくて中派だからパカ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 って、お前ミキーみたいなおったらどうすると、うわどうしようってなるやろ。わかんないんだからな。見たことないものは何が起こるかわからないんだから、やろ。マジそれは擁護できる。マジお前めちゃくちゃピュアじゃん。付き合ってからしかセックスしねえの、めちゃくちゃ怖くない？わからんか。そう、俺らのチンコに実は自我があるようにマンコパカパカ喋るかもしれんや。教えてくれるのありがたいかな。ありがたいけど、それ以外のことも言ってくるかもしれん。お前チンコめっちゃ小さくね、パカ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 って、こんなんじゃ入ってるか入ってないかわかんねえ、笑いかつまようじってこうやったらどうすると、お前泣きながら帰るよ多分ホテルから。マンコに泣かされたって言って帰ることになるよ。どうするとね、いいとそれで嫌 やろ。やけんセックスする前に、そう付き合う前に先にセックスしろって言って。で俺そもそもこれまでの彼女全員セフレ上がりやし、普通にそうセフレから彼女にした方がいいやろ。だって気が合うか合わんかもわからんちゃけん。そうセフレで気合う女と付き合えばいいやん。なんでわざわざこれから気合うか合わんかもわからんようなやつを最初に付き合おうとするの。付き合うって大変なことなんだぞ。いろんな制約とかいろんな約束事とかいろんな縛りができるんだから、そこら辺のリスクヘッジもできんのにやばいよ普通に。どう考えても、そもそも何、逆なんてどういう時にどうなってどうなるの。逆なん分からん。そのいや今いや普通に俺の人生を思い返してみたところ、この前六本木のね、なんだっけ、ペンタゴンっていうか、ペンタゴンじゃねえかな、オクタゴンだ、オクタゴンだ、危ねえ危ねえ、アメリカ国防省に行くとか、オクタゴンっていうクラブでにおったんよね、普通に。なんか、なんとなくフロアで楽しもうと思って、フロアにおったんよ。そしたら、なんか、女の子が、なんか、バッて走ってきて、セックスしたいって言われて、走り去っていったっちゃう。あれは、なんだと、これ意味わからん通り魔にはあった、最近。パーって走ってきて、セックスしたいけんこの後一緒ホテル行こうって言って、えって言ったら、
ブワーって走っていった。あれは何、あれは逆何に入ると、俺が驚いとはでね、目の前から、え違う、ジェットはまた別、ジェットは、いや、ジェットはその後に俺が普通にフロアでボーっとコーラ飲んどったら、タラーって走ってきて、ねえ好きって言って走っていた。それがジェット、それはジェットやった。ピョンピョンやった。でもそいつはこうなんかタタタって走ってきて、ねえねえみたいな、セックスしようこんな後暇みたいな、服めっちゃ引っ張ってきて、って言っとったら、なんかお酒持ってくるねって言って消えていって帰ってこんかった。やばすぎる普通に。罰ゲーム、お罰ゲームかよ、えぐ、あそこのなんか変なやつにお前セックスするってこいよって、邪魔けで、うわ傷つくわ、めちゃくちゃ傷つく。じゃあジェットは本物ってこと、最初に来たジェットは本物、ブリングエントリーブリングアウトのジェットは本物やったの、ブン好きブンは、あれは本物、追いかけれんよ、ブリング超早いんだから、お前バロなんてやったことねえの、逆引きだよ、お前らどうにかこうにか持っていこうとしたの、俺のことをお前ら側に、逆なは優しく話しかけるも、あ、じゃあされたことないわ、あ、じゃあちゃんとされたことない、よかったよかった、え、どっちも罰ゲーム、お前ら絶対そうやってもう俺が何言っても持っていこうとしてるな、ゲップする VTuber やった、俺女の皮かぶってやるから、俺が VTuber やるときは女の皮かぶるけん楽しみにしょって、でもうめちゃくちゃ初見殺しする、めちゃくちゃ初見殺しするけん、俺もうめちゃくちゃ可愛い女の子の V の皮かぶってまんまの声でやるわあ、まんまのまんまの、いやーどうも皆さんこんにちはって今日も配信に来てくれてありがとう。もうクソエロい、もうな、マイクロビキニみたいな。マイクロビキニのもうクソエロい、こんな乳の、ポッて顔よりでかい、顔よりでかい乳ぶら下げて、ありえんくびれで、もうブーメランパンティーみたいな、意味わからん、クソエッチな V の顔かぶって、バリクソこのまんまの声でやるわ。よろしくどうぞ、皆さん、こんばんは。どうも、女だよって言って。うち、女に決まってるじゃん。違う違う、ハスキーなだけ、男の声じゃない、セクシークロちゃんみたいになるわ、違う違う、男の子じゃない、ちょっと声がハスキーなだけ、言うわ言ったよね、やって、いや俺平気な顔して皮かぶるよマジで、平気な顔して、だってもう V になったら前世のこと触れるの NG だから、ダメだよその前世の話すんの、したらもうこっちに大義名分あるけど、あちょっとみんな聞いてって、またこの ID の人がうちの前世の話してくる、やだって言って、誰かこの人の悪口言ったよって言って、バーリ先導して、リスナー先導して一人のことめちゃくちゃ叩くうちは指導者って言って、独裁者じゃないって言って、わーって言って、めちゃくちゃ先導して一人をめちゃくちゃ叩くマジでなんで VTuber の話してんの、何なんだ